ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオ、というわけで始まりました。おはようございます。本日は5月7日、ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオを始めたいと思います。この番組ではですね、聞いてるだけで皆様が今日一日なんとなく自信が湧いてくるような、そんな話をですね、いろいろとお届けしたいと思います。お届けしますのは、今年7月15日にメジャーデビューを果たし、2016年紅白歌合戦出場を本気で目指すシンガー演歌ライター、長い肩書きです。ブラボー志郎でございます。短い時間ではございますが、ゆっくりとお楽しみくださいませ。改めまして、おはようございます。ブラボー志郎でございます。今日はですね、5月7日ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。実はこの5月7日、なんと私、ブラボー志郎のお誕生日でございます。ハッピーバースデー！ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。私ブラボー志郎がですね、なんと52年前に、このように生を受けたというめでたい日でございますけども、5月7日ね、だいたいね、僕誕生日っていうとゴールデンウィーク明けなんですよね。なんかね、でよくほら、誕生日会とかさ、そんなあるじゃないですか。あんまりね、そういうのに恵まれてない、割と家族で細々とみたいな感じが多いですけども、今年もね、5月7日今日は素敵な素敵なバースデーになればいいななんて思っております。ということで、まあこの番組ですね、いろいろとその、まあ、皆さんが聞いてるだけでなんとなく自信に満ち溢れてくるような、そんないろいろ話をしたりとか、いろんなものを紹介しようという、そんな番組になっております。ということで、今日はお届けするのは、まずはなんか自信が湧いてくるアイテム紹介ということで、今日はですね、名刺についてお話ししたいと思います。皆さんどうでしょうか。名刺お持ちですかね。大体大人の方はね、何らかの形で名刺持ってる方多いです。例えば会社に入ると、くれますね。会社が作って、何々株式会社、何々部、なんとか、なんとかかんとか、住所、電話番号、ファックス、そしてメールアドレスとか、最近ね、そんな感じの、皆さんもらうんじゃないかと思います。そして出会った方にはですね、私何々製作所の何々でございますみたいな感じで挨拶されると思うんですけども、この名刺、さあ、あなたがもし仕事をしていない時に誰かにやったらどうしましょうか。大体日本人ね、名刺交換好きですよね。僕らもいろんなところに顔出すんですけども、まさかこんなところでっていうようなところで皆さん名刺出してくることが多いですね。海水浴に行ってばったり会った時とかですね、そんな時でもさ、持ってないっちゅうのにそんなのありますけども、それぐらい日本人は名刺が大好き。実はね、皆さんほら、自分のことっていろいろ人に知ってもらいたいじゃないですかね。知ってもらうとてもいいことだと思うんですけども、この名刺なかなかね、普通は、よくほらフライヤー作ったりとか、なんか宣伝作ったりとかいろいろするじゃないですか。でもね、基本的にみんな嫌がりますよね、宣伝されたり売り込まれたり。ところがこの名刺、唯一皆さんが欲しがります。不思議やね、名刺いただけますか、名刺いただけますかって必ず言いますよね。ということでですね、仕事以外の時に人に会った時に、あなたはどんな名刺を持ってますかっていう今日は話なんですけども、僕はね、ブラボー志郎でございますけども、もちろんこのブラボー志郎っていう、シンガー演歌ライターの名刺も持ってますし、あとね、株式会社志郎っていう会社の代表取締役社長をしてますんで、その名刺ももちろんあります。そして神戸アンプ、神戸 AMP なんて書きまして、アマチュア音楽プロダクションですけど、こちらの名刺も持ってるんですけども、まあ、3つね、持ってます。で、会う方によって、使い分けるんですけどもね、まあ、僕の場合ね、割とねプライベートがないのよね。もうその3つのうちにどっか頭っちゃうみたいな感じなんで、普通にプライベートの方にはブラボー志郎の名刺を最近渡すようにしてますけども、皆さんもね、もしよかったら自分の会社以外でね、会社では皆さんなんとか部部長とか、なんとかは係長とか、いろいろあると思うんですけども、そういう部署とか肩書きとか会社の看板がないときに、自分をどんな風に紹介したらいいかっていうのを考えるいい機会になると思います、名刺。でしかもね、名刺って、印刷屋さんに頼むとね、昔は高かったね、結構な金額したけど、今ねネットで調べてもこの間やっぱめっちゃ安いね、100枚で千何百円とかね、そんなんでできちゃいます。それもちょっとめんどくさいなっていう方はですね、何
プリンターで、今ねパソコンで作ってプリンターで勝手に作る、10枚ぐらいから作れますね、A4 が10枚、A4 に10枚がワンシートになってるんで、あとはビリビリビリって破ると名刺になるみたいなのがあるので、まあ、勝手に作れるんで名刺ぜひ作ってみてください。ただね、僕そのプリンターで作るのもいいかと思いますけども、インターネットでね調べると名刺作成なんて言うと、さっき言ったように1500円ぐらいでできるんで、でね画面見てるとまずデザインが好きなやつ選べるのね、いらんな。例えば僕みたいなその音楽が好きやって言ったら、なんかそんな音楽の譜面が書いてたりとか、ギターが書いてたりとか、あとね釣りが好きって言ったらなんか魚の絵が書いてたりとかね、自分がまずこんな人ですよっていうのを視覚的に訴えるような、そんなデザインを選べるようになってます。でまずデザインを選ぶと、次は名前ね、名前もちろん普通は本名ですね、あなたの名前を書いていただく、まあ、僕みたいにそのプライベートの時は芸名使うなんていうのでも面白いかもしれないですけども、書いていただいて、まあ、これ個人情報ですんでね、プライベートの情報として住所がいるのか、電話がいるのか、携帯電話の番号にするのか、メールアドレスにするのか、 Facebook やってますよなんていうのにするのか、これはまあ自由ですけども、いろいろ書いていただいて、で、まあ、そこを選んでですね、考えなあかんのがですね、肩書きです。肩書き、さあ、あなた仕事以外にどんな肩書きがありますかってことですね。僕の場合は例えばシンガー演歌ライター、演歌を歌う、僕のね演歌は三水のあの演歌の演じゃなくて宴ね、宴会の演の演歌ですけども、そんな肩書きにしてます。あるいはね、僕ホームページ屋の場合は、株式会社シローっていうのは、まあ、ホームページの制作運営管理なんかをしてるんですけども、そちらをね歌って喋れるホームページ屋なんていう肩書きにしてます。でこれを個人でも全然いいんですよ。でね、よく皆さんに聞くとね、こういう話僕割とよくするんですけども、何もないと、仕事以外私は何もないんですなんていう方がいらっしゃいますけども、そんなことないと思います。例えば家で、今子供がちっちゃいなんて言うたらね、子育て頑張ってる何々ですみたいなのもいいじゃないですかね。それとか、どうでしょう、さっきみたいに釣りが好きだとかね、ゴルフが好きだとか、ゴルフで、なんぼとか、例えば今時ボーリングでアベレージなんぼみたいな、そんなの書いてもいいんじゃないかなと思いますけども、自分の肩書き、相手に、あの肩書きっていうのは、会社の場合はほら与えてくれるじゃないですか、部長さんやったら部長、係長やったら係長なんてやりますけども、自分で言ったもん勝ちですから、こんな風に私のことを覚えてくださいっていうのであれば何でもいいんじゃないかななんて思ってます。でね、もしね今の仕事と別にいろいろちょっとビジネスもやってみたいなとかね、将来独立したいななんていう方はちょっと本気で考えていただきましてですね、自分の肩書き、これ勝手につけたらいいと思うんですよ。僕ね今ブラボーシローシンガー演歌ライターって名乗ってますけども、何年やろな、 2,3 年前にね、今ね紅白出場賞なんてちょっとでっかい目標に変わりましたけども、前はねスターになりたいななんてね話が出ました。で日本中のスターになるって言ったらなかなか難しいですけども、僕神戸市は垂水区っていう一番神戸の西の方に住んでるんですけども、もしかしたら垂水のスターぐらいだったらなれんじゃないかなということで思いまして、その時に名乗ったのが、垂水のスターです。でそのまま自分で言っちゃいました、垂水のスターで、それで名刺作ったりとかね、ポスター作ったりとかチラシ作ったりしますと面白いもんで、なんと3ヶ月後に神戸新聞さんが取材に来ましてですね、どういうことやと、いや実は勝手に名乗ってるんですなんていうことで新聞記事になりまして、一瞬で名実ともに垂水のスターになりましてですね、まし検索すると自分で垂水のスターなんて言ってるやついないもんですから、垂水のスターで検索すると僕出てくるんですよね。それから以降ですね、垂水のスター発掘カラオケ歌合戦みたいなの審査員に呼ばれたりとかいろいろします。とにかくね、いっぺんね自分で勝手に名乗るっていうのはめちゃめちゃ大事です。僕今ちょっとお付き合いしてるサラリーマンの方がですね、ちょっと昔ダンスが好きだったと、習ってるわけでもないし、なんか優勝歴があるわけでもないけどちょっと好き、その方がなんか仕事したいなっていうので、じゃあ振付師しましょうかっていうので勝手に名前つけまして、振付師っていうか、肩書きをつけたところですね、しかも私ブラボー志郎の今度、デビュー曲領収してくださいの振付をお願いしました。その方に途端に来ましたよ、振付の仕事、1回1万円ですけどね、とにかく言うたもん勝ちなんで、皆さんまず名刺を作っていただいて、一番大事なのは肩書きです。自分で勝手に名乗ってください。しかもそれ一生使う必要はございません。1ヶ月でやっぱりやめようとかね、1年経ったらまた変えようとか、季節によって変えちゃおう、そんなんでもいいんじゃないかなと思ってます。名刺本当にね手軽に今は作れるんで、ぜひぜひチャレンジしていただいたらと思いますけども、ほんまにねなんとなくね自分の頭の中でまず自分は何者なのかななんて考えるだけよりも、名刺とかにすると客観的に見れるんですよね、自分のこと。あ、
俺ってこういうことをしたかったんやなとか、人にこういうふうに思われたかったんだなとか、あるいは人のために自分はこういうことができるんだななんていうことに気づくきっかけになるんじゃないかと思うので、この名刺作りぜひ皆さんですねチャレンジしていただいたらと思います。さっきの名刺をパソコンで作るやつもね、用紙売ってます。緑電化とかでね、これ名前出していかずなんとか電化とかそんなとこ行きましたらいろいろ用紙が売ってるので、そちらで買っていただいて、まあ、こんなん安いね、5、600円で、100枚ぐらい作れるやつが売ってますんで、まずはねそれを作って、でね、あのソフトもねダウンロードできます。何やったかな、ラベル屋さんとかね、だいたいその紙買ったら、ただでそれダウンロードできるとこが書いてます。ホームページがね、そこからダウンロードしていただいて、まず自分の名前を書いてそこに肩書き、よかったらですね勝手に会社名なんかも決めたらおもろいんじゃないかと思います。別に税務署に登録する必要ありませんのでね、お金が入ってくるまでは勝手に団体名と、肩書きをつけて自分の名刺を作るだけでもなんとなく自信が湧いてくるので、ぜひぜひお試しください。それではここでちょっと1曲お届けしましょう。私7月15日にメジャーデビューをさせていただきますが、その時のライブで歌おうと思っております。こちらの曲、本当はたるみの居酒屋さん縁屋さんがですね、そこの大将の山ちゃんが歌ってますけども、私なんと自らセルフカバーさせていただきました。聴いてください、縁屋音頭。お届けしましたのは、ブラボー四郎が歌います縁屋音頭でした。
この歌ね、本当は、さっき言いました、JR 垂水駅のですね、西口を出て、すぐ北に行きますと、ジャスコが今イオンっていうんですかね、ありまして、その1階にあります赤い提灯に丸い絵描いてる縁屋さんです、ね、大将山ちゃんが歌っておりますけども、さっきのね、ヘイ生中生中一丁の声は本物の山ちゃんの声ですけども、よかったら皆さんぜひ行っていただいて、ブラボー資料に聞いたということでですね、行っていただきますと、ちょっといつもよりハイボールが大きな、グラスに出てくることになっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで次のコーナーは、なんか自信が湧いてくる名言集ということで、いつもですね、なんかこう、これ聞くだけで名言、いいな、自信が湧いてくるななんていう名言をいろいろとご紹介しておりますけども、今日は私これインターネットで調べてまいりまして、一生を通じて今まで聞いたことがなかった言葉ですけども、これいいなと思って今日持ってまいりました。どなたが言うた言葉かと言いますと、ラ・ロシュフーコーさんですね。カタカナでラ・ロシュフーコー、本当はなんかあるんでしょうね、何人かも知りませんし、何をしている方かも私一切知りません。その方が言うたこの言葉、うぬぼれというものがついぞなかったら人生は点で楽しくあるまい。どうでしょうかこの言葉、うぬぼれなんていうのがなかったら人生なんてつまらんよねっていう話ですね。うぬぼれ、あまりいい風に語られることがない言葉じゃないかなと思ってます。あの人ちょっとうぬぼれ屋さんやねとかね、なんやもん最近あれちょっとうぬぼれてんじゃないのとかね、あなんかうぬぼれた感じがあるとちょっと感じ悪いよねなんていうことで使われることが多いですけども、日本人は特にね、そういうことを気にしながら、本当はね自分ではちょっと生きてるなとかね、私ちょっと綺麗じゃないのとか、俺って実はコンビでも仕事結構できるんだよなんて思いながら、謙虚っていうんですか、なんていうかこう、いやいやそんなことないですよなんていうのが多いですけども、まあ、言葉ではいいじゃないですかそれでもね。でもね、自分の本心の中ではうぬぼれてください。ぜひあのね、いろんな人ありますけどね、欠点ばっかり見せるのがないですよ。むしろ欠点もあるけどもいいとこがあるね、半々ぐらいじゃないのかな。だからものすごく見てていいなっていう人もきっと欠点もあるだろうしね。でもね、悪いところばっかり、思ってこううーんなんて悩むより、いいとこ思いましょうよね。俺はこういうとこがすごいぞとか、私こう見えてもこういうとこがすごいのよなんて必ず皆さんあると思います。でそれがね、人から見た評価と自分がから見た評価が一致する必要は僕はないと思うんですよね。よくね、自己評価が高い人って言いますよね、人が思うよりも自分の評価が高い、あるいは本当の自分よりもちょっと評価が高い。僕ね、これいいことだと思うんですよね。何も、自分のなん、まあ、実態というかね、普通のその皆さんが評価してるレベルよりも低く自分で設定する人が全くないと思うんですよね。ちょっと良くして、でね、大体ね、うぬぼれててそれぐらいのことを思ってると追いつきます必ず、ということでね、このうぬぼれっていうのはね、僕とても大事だと思います。でこのラジオではですね、自信が湧いてくるってやってますけども、自信ってなんだっていうとね、結局そんな、ある人もない人も思い込みじゃないですか。自信ない、あるなんていうのもきっと思い込みです、ある人を聞いてますか、思い込みですよ。ましてやね、自信ないなんてのも思い込みなんですよ。でどうせ思い込みやったら自信持った方が得じゃないですかっていうのがこの番組の趣旨でございます。このうぬぼれという言葉、うぬぼれというものがついぞなかったら人生は点で楽しくあるまい。そうよ、うぬぼれて、ちょっと俺はイケてるぜ、私はイケてるぜなんて胸を張って歩くだけで、今日この一日からあなたの人生変わるんじゃないかと思います。まあ人生ね、本当に一度きりです。さっきも言いましたけど、僕今日で52歳になりますけども、いろいろありましたよ人生ね。でも今はね、ほんまにこの年になると一回きりやなと思います。人生ってかといってやり直しも聞かへんし、だったら楽しくやろうよと思うんですよね。だから僕いろんなこと言うとね、例えば2016年の紅白出ますよなんて言うと、シロさんどっからそんな自信が来るのよって言うけど、僕的にはね、2016年の紅白歌合戦がね、私ブラボー後ろに声がかからない理由が思い当たらない。私が何かしましたかと、こんなに盛り上がってんのにっていうぐらいでね、でも持つのは勝手ですからね。でこれをあかんかもしれんと思うのも自分に勝手やし、これうぬぼれというかどうか分かりませんけども、私は堂々とうぬぼれて生きていこうと思ってます。皆さんもぜひこれを聞いてですね、今日一日ちょこっとだけ自分のいいとこを探してうぬぼれてみてはいかがでしょうか。それでは、もう一曲お聴きいただきましょう。これは私今年7月15日にメジャーデビューする時のシングルでございます。領収書ください。お聴きください。
領収書ください。無駄なことだと知りながら、経営者なら誰でも口にしてしまう。領収書ください。人混みでにぎわう三宮、お久しぶりのお買い物、やっと見つけた真っ赤な素敵なワンピース、お土産ですわお客様、自分へのご褒美、左右の口を開けた。領収書ください。落ちるかどうか知らんけど、ただし書きはいつもの一生代で。領収書ください。30年ぶりの同窓会、お久しぶりの顔と顔、縁も竹縄ですが、そろそろお開きに。お勘定はお一人4000円、ハンパは任せろ、大きく単価切る。領収書ください。せこいことだと知りながら、できれば日付の欄は開けといてほしい。領収書ください。笑っても忘れない、いつでも財布がパンパンになりながら。領収書ください。儲かってるわけでもないのに、税理士の先生の苦笑いが浮かぶ。領収書ください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 。お届けしましたのは私ブラボーシローで領収書くださいでした。なんとこのバージョン、今まで聞いていただいたバージョンとはちょっと違います。7月15日にですね、東京の、レコード会社から出るメジャーデビューの時のシングルのマスター音源が上がってまいりました。こちらの方、歌もですね取り直させていただきまして、私ギターもこちらの方では弾いております。このバージョンなんと、人前で流れるのは初めてでございます。先ほど私プロデューサーから上がってきた音源をチェックしたところで、早速かけさせていただきましたので、楽しんでいただけましたでしょうか。この領収書ください、よろしくお願いいたします。ということで、私ブラボーシロちょっと告知タイムをいただいておりますので、これからどんなところで皆さんブラボーシロに会えるかお話ししたいと思います。まずはですね、次の日曜日、5月の10日日曜日、こちらは毎月10日はスターの日ということで、もう3年ぐらい毎月毎月10日はやっております。 JR 垂水駅東口を南に出て、すぐにコムケンという居酒屋がありますので、その3階にある黒糖焼酎バーボーカリスト、こちらの方に、19時からオープン、
そして20時からスタートということでやっておりますので、よかったら遊びに来てくださいませ。これでもね、FM ギグ聞きましたなんて来てくれる日が来ると楽しいね。ぜひ言ってくださいね。よろしくお願いいたします。そして5月18日、19日はですね、東北の南三陸の方に南三陸応援団の一員として、行ってまいります。これはね、ブラボーしてる素人としては初めて参加させていただきます。それまでまあ私、個人的に素人としてはですね、一度よしもったんですけども、今年はまた行って頑張ってまいりますので、仮設にまだまだ住んでる方がいらっしゃいまして、そちらのおじいちゃんおばあちゃんをですね、ドカンと楽しませて帰ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして5月24日は、これも春日の道、阪急春日の道から阪神春日の道駅の間にあります春日の道商店街、そちらの方で行われます春日の道音楽祭の方にも、私ブラボー志郎出ますので、よかったら見に来てください。こちらの方には、我々のですね、神戸アンプっていう事務所におりますお子様向けアーティスト信号お兄さんも出ますので、よかったら見に来てくださいませ。こちらの方ですね、ブラボーシロー、カタカナでブラボー、ひらがなでシロー、検索していただきますと、私ブラボーシローのホームページが出てまいりますので、そちらの方で検索していただいて、ぜひ来ていただいたらと思います。そして、毎月ですね、今ブラボーマガジンっていうのを出してまして、こちらの方いろんなところに置いてます。欲しい方はですね、 FM ギグ、こちらは神戸になりますけども、神戸幸せ発信局の方にまで置いときますので、来ていただいたらお渡しすることができますので、ぜひ見てください。これスケジュールも書いてますし、実はね、メールマガジンなんていうのも今出してまして、そちらの方にもですね、カラメールで登録するだけで、いけますので、こっちはね、ホームページにも書いてますので、ぜひブラボーシローで検索していただいて、ブラボーシロー公式ページをチェックしてくださいませ。というわけでお届けしてまいりましたのは、ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオでございました。第3回目になるんですけども、いかがですかね。これいろんなところで聞かれてる方があると思うんですけども、例えば通勤の車の中とかですね、もうすでに事務所に入ってパソコンあるいはスマホなんかでね、聞かれてる方もあるかと思います。こんなん聞いても朝から聞いてね、ちょっとまあ、今日一日こんな風にしてみようとか、あんな風にしてみようとか、そんな考える機会になってくれたらいいんじゃないかななんて思ってます。僕もね、もうだいぶ前からね、やっぱ朝は、ちょっと言いましたけどね、星占いとか見てもね、とにかくいい風に物事を考えて、その日一日をスタートするようにしてます。やっぱりね、悪い風に考えてると悪い風になるね。面白いもんでね、これ落としたらどうしようなんて思うと、落とすね。不思議やねあれね。で、こんな俺に限ってもう落とすわけがないやんなんて思ってると、不思議と落とさへんね。あれ何なんですかね。きっと何か、その科学的ではないような、そんな理由があるんでしょうね。僕そういう難しいことはよくわからないですけども、ただね、今みたいに、半々じゃないですか、確率って。物落とすのも落とさないのも、いやもっと低いか、落とす方が確率低いですけども、それやったら、落とすんじゃないかななんて思うのと、落とさん、絶対落とさんぞっていうので意味合い一緒やから、思うだけはね、勝手に思ってください。でもね、やっぱこう朝に思うのがいいですよ。これせっかくね、僕朝の番組を担当させていただいてるんで言いたいです、ね、寝る前にそんなこと思うよりも、朝一日起きたらとにかく何事もいい風にそんな風に捉えていただきましたらですね、一日素敵に過ごせるんじゃないかと思います。本当にね、でもまあ一日一日のね、積み重ねが、1ヶ月1年にそして私のように52年になりますのでね、ぜひぜひ今日も一日皆さん前向きに自信を持って過ごしていただいたらと思います。ということで5月7日、私ブラボー志郎の記念すべきお誕生日に、放送させていただいております。ブラボー志郎のなんか自信が湧いてくるラジオ、そろそろお時間になりましたけども、これからもどんどん今度の話を伝えていきたいと思いますので、ぜひ、毎週木曜日8時半聞いてください。お届けしましたのは私ブラボーシローでした。どうもありがとうございます。また来週。